なし部屋ですねマイナビバイトってよ。こんにちはない結果。ラナイケか白しか出ないので、よろしくお願いします。で、うん、1 2日目からは、あ違うは。1周目のコイン追加はなしです。2周目からありです。COCCO も2周目からありです。待って、障害者が来たからブロックしとく。しもし嵐がいたら、嵐陣営の負けにします。あと何かあるかな <laughs> あとは何かありますか <laughs> なんか<あ>え女らしくなった考察,考察チャットはダメですけど、草サ程度のチャットならオッケーにします。他ありますかなんか。ないので、3番さん掛け声を聞いてください。えー、3番です、えー。カリドは生存意欲を見せずに頑張って <laughs> <laughs> ひどくねえ、この女 まもなくゲームスタートです身分を確認してくださいひどくねあの女マジで夜が来ました目を閉じてくださいいや占い占い頼みますよ うろうねまあ視野にはいるますわまあ過去はねってことや <laughs> 昨夜は誰も死にませんでした <laughs> 2>, 2番のプレイヤーは 発言してください。はい、大好きなのはひまわりの種です。よろしくお願いします。そうですね。まあ、進行論ですかね。私し,しようありませんよ。ただですね。霊能者さん、僕ちゃんと一週目に出てほしいと思います。まあ、占い師も当然出てくださいね。そういって言ったら、占い師は潜伏していいのかなとか思う人いるかもしれませんが、しっかり盤面を固めてですね。えー、まあ、今日どこを釣るのか？ま例、あの2人出たら霊能釣り切りだろうなっていう風うにはなると思うんだけども。もまあ、21盤面の時とかどこ釣るかっていうのをしっかり見極めるために、僕は最初から。出て 欲しい盤面固まった上で発言を聞いた方が精査が落ちるからです。では、以上、進行論はこんなもんでよろしいか。あ,あと21盤面だったらこれ言うと、お前、狩人じゃないなとか言う人いるかもしれませんが、狩人かもしれませんよ。2 1盤面22盤面以外は狩人るたじゃが僕は絶対無であると思ってます。以上です。22以外なら狩りてた方が強いですよ。はい、では、3番さん、どうぞ。3番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、えー、3番です。占い師です。5番に白が出ています。5番が白でした。そうですね。ま2、あ、番さんが言ってる通り、狩人は私目線的には出てほしいですね。うん。まあ、なんかちょっとツッコミが聞こえてきたんですけど、私は狩人な盤面的には22。まあほぼほぼ占いに入るから、狩人はほぼほぼ出てほしいかな。別に22でも出ていいと思ってる。自分の占い位置に入ってきて欲しくないです。 はい、申し訳ありません。はい、<laughs> お前が言うなってまあそれは関係ないとしてえー、そうですね進行とりあえず例のは1周目口頭で出てほしいです、うん、まあ、2番3の位置でポン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 出てこられてもごちゃごちゃするんでとりあえず例のは口頭で出てくださいぐらいしか言えないねまあ、1周目の発言を聞いて怪しいとこ気になったとこはしっかり言っていきます以上です5番白4番のプレイヤーは発言してください はい三番さんが番ですお願いしますに触れると、まあ、二番さんリラックスして喋ってたのかなと思ってし、ちょっと、なんて言うんだろう、喋り方変えて喋ってた味声じゃないなとは思ったんですけど、けこのところは、まあ、そこまで触れるところではないかなと思って、二番さん、<laughs> うん、まあ、いや、落ちなしっていうところでしたね。三、うん、番さんに関しては、5にしろ、5にしろ。 うん、まだ5番さんの発言聞いてないんですが5番さんの意見に同意した感じがあって、まあ、人外ならするよりにも感じるし、まあ、2三はつながってないのかなって今とこ思うんですが、まあ、これから1週目まだ始まったばっかりなので話聞いてからですねレノンは出てきてほしいです。霊能は出てきてほしい,ててしい占いは<番>まあ三が出てるから。 発言していはい、おはようございます。私から特に占いしようはないです。霊媒しようもないと思います。2週目に出てくる人にも行ってきますが、私は霊能としても出ません。何やそというところで、そうですね、まあ。印象としてはね、やっぱり初週のこの前半1の3番さんが、うんえっと、後発の私に白を打ったっていうのは、私からすると印象はいいけど、まだ発言から。 マイナス要素も取れてないけど、プラス要素も取れてない。そんな印象なので、まあ割とフラットでは見てます。1番さんに関してはあまり黒がなさそうな印象を見受けられました。あ、そうですね。結構なんだろうな。跳ね返す。自信があるのかな？結構最後のあたりでね。4番さんも気づいてたと思うんですけども、なんかヘイトを買いそうな。喋り方をしていたっていうことは？ この先生き残る自信があるんでしょうということで2番さんはえー、とーマックス強靭置きまでにしておきます4番さんに関しては色落ちはないですが <laughs>、まあ、今のところこちらに関してもマイナス印象は取れてません二周目が埋まります以上6番のプレイヤーは発言してください、えー、買いますじゃあ私これ地声なんですけどえっ、ー、と買います疑問です地声は多くね どうでもいいんですけど、俺、七番さんがこの村のクソハンターだと思ってるから、全部七番さんに従おうかなって思ってましたよ、ずっと。んクソハンターあ、クソハンターはいいですね。ハンター様だと思ってますんで、でもう従おうかなと思ってますけど、どうしようかな。なか真面目にやるんだったら、えー、っと、三馬さん、ま、はおかみっぽくないなってのは、ほぼ同意かなって思う。ただ、本当にそういうおもいるからなっていうだけ。まあ、そうね。だから、色落ちなしかなって思っています。 うん。<laughs> っていうか、特にみんな色落ちなしです。俺、頑張って一瞬目に色落とせる人って、ある意味才能だなって思ってます。いや、落としてほしいよね。分かんね落とし方がどうやってやってるのか。野<話>さん、分かりますかあ、パワハラ上司嫌いなんです、私。7番のプレイヤーは発言してください。 言ってたから2周目に盤面固まったら高速伸ばしてくれると思うしで22番目以外は彼をと出た方がいいよっていうのはすごいムラリのあるいい進行論だなと思いました4番さんはえー、っと23に丁寧に触れてたけど正直色落ちないので2周目頑張ってほしい23はラインがないみたいに言ってましたけどで5番さんはその無理やりにでもね2番さんをマ,キマックス強人だみたいな 4番さんはなんじゃらがんだらな色落ちないだ、みたいな。なんか無理に色つけようとしてるところはあ、こんなんじゃなかったのな。こんなんなな。的な行動なのかなと思ったり。で、6番さんは色落ちないですね。何言ってるかちょっとよくわかんなかったです。えー <laughs>、まあ2周目ですね,ね。こ問題に騙され合んようにしよう。8番のプレイヤーは発言してください。 はい、い霊能です。す。よろししくお願いします2番に関しては色落ちがなく、まあ、進行論に関しては22 2で出る出ないっていうのは分かれるところかなと思うんですが、まあ、2周目次第ですね、うん、まあ若干、言いがかりをつけるんだったら3人とか23でも狩人は潜伏した方がいいんじゃないかっていうぐらい、ね、4番に関しては23がないっていう風に言ってたけどむしろ23は結構あると思っていて例えば 3番がえと 2, 番のは2週目の発言の時にポンポン出られても困るっていうのは、2番を助けた発言でもあるので、そういった意味では3番が2番相方で助けたっていう考えも無理やりに言うんだったらある、5番がめちゃくちゃ強人臭い、6番に関しては半分がもう,うん意味のない発言だったから、これも2週目次第 2>, 2番、まあ、白く見たのはまあ印象論でしかないかな。7番は、うん、丁寧に言ってるねぐらい。番さあ、どうかな。はい、占いです。6が白です。6白。あのー、対抗の白先の5番さんに、ちょっと聞きたいことがあって、あの後ろ、3番さんの位置で、後ろの方に白出したから印象がいいって言ったけど、その論がまかり通るんだったら、狼、うん、って、絶対に後ろに出すよ。 だってギャンブルに成功すればそれだけでちょっと印象がいいなって持たれるんでしょ ?5 万3さんの意見で言うと。だったら勝負する価値はあるよねってこと言っていくから、うん、別にそ後ろに出したからって印象をよく持つのはやめた方がいいと思ってます。5万3 0さんの色はどうかわからないけども。はい。まあ1がどうなるかだよね。8がそのまま確定するんだったらグレーツリいけるし。 だから、1の動き次第かな。あと、4番さんが2番さんに声かけて書いてるって言ったけど、4番さんもちょっと予想行きの声なのかなって思ったぐらいから、7番さんに関してはよくわからん。以上です。1番のプレイヤーは自分ので発言してください。6が乱四郎です。 はい、6に白刺さってます。えー、ってところでちょっと私9番が出てくるのはちょっと想定外です、まあ、まあ3四歩ですね<ー>、えー、まあこのあと私の発言のあと2番の発言でスライドがあるかどうかっていうところですけれどもっていう感じうんでえっ、ー、とまあ5六私の白先の6もそうですけどちょっとんどっちもどっちかなっていう感じ。 金丸川さんかか、反対ないから、しっかりしてほしいかなそこは言っとくよって感じかな。うんうん、で、その2番に対して、えっと、進行論でマックス強度置いている5、6がね、うん、それも謎。<laughs> まあ、3、4になってるから、うんまあ、基本的に強陣もなくなるとは思うけどね、このままスライドなければと思う、うん うん、8の霊能者は死んでいいんじゃないかなとは思ってます。7が以上 2>, ?2 番のプレイヤーは発言してください。はい、占い 3CO になってます。まあ、盤面的に1番でどっちかというと、新郎ポジションだと思っているのと、えー、8番の霊能者を疑った時点で僕は一番釣りがいいかなと思った。えー、確かにね、5番、京臭いっていうのは分かる。これ8番だけ言ったの、9番じゃないっけ 5番に関しては、霊能でじゃないよ、占いじゃないよ、2周目も出ることありませんよって言ったら、なんかすげえ恐怖性なっていうから、5に関しては分かります。ただ、えー、実際この盤面だ、9、1、3の内訳ってのは、新京狼であることがほぼほぼでしょう。僕は3、1番目は狩人出た方が強いと思ってる人間なんですけども、8番さんが、まあこの後なんか、なんやかんや言った時に使用するとかでもいいんじゃないでしょうかね。で まあ、1の新目が今低いなっていう風に感じた。まあ、8疑いがあまりに不自然。ただ、1強かな。いや、強じゃねえんだ。進路ポジションだから。あまあそ、3に関してえ、3に関しても僕実は引っかかった点あります。え二、ー、2、2番目の時でも狩人出てほしい。自分の占い位置に入ってほしくないって言ったけど、2、2番目だった時はさ、対抗の占い師が出ている、白先が狩りかどうかを考えるでよくね。それ以外は潜伏でいいじゃん。 っていうふうには思ったあ。そこは占い感情は若干拾えなかったと思っている。正直1だと思っているんだけど、9に関してはまだそんなに引っかかる点はありませんでした、えー。6に対してはでもちょっとあります。9と1が出してる6。6番に関しては色付けできる人すごいよね。2に関してはどっちもあるって発言があったけど、4に対しての感想が全くなかったなっていうふうには思った。まあでもそれぐらいです。 7に関しては僕の2周目の考察はこんなもんでいいでしょうか913だったら正直新目はもちろん391もう一度発出源があるんで聞くけど1番が今一番引っかかったなって思ってます以上3番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、自分は31の時はカリウ出た方がいいと思ってますもう噛まれた時のトりケア、まあ、初日のところ噛まれると思ってるからカリウ出た方がいいと思う 俺の占い1がそこに当たるのが一番嫌だから、えー。で、まず占い師の精査をしていくんだけど、どっちがおカミがあるかって言ったら、1が3人目で出てきて、6にかぶせてるから、普通に考えたら1位のおカミがすごく高いと思ってる。えー、その場合、何で出たかっていうのは、あんまりこう9が6を囲えて、1も出て6を囲うという動きをするとは、あんまり思ってなくて、でグレーズリになる位置で、えー、7、4、OK。 で、2のオッオッケーまあ、4が変わり分かりました。で、まあ、グレー一が釣られるのを恐れて、3、4にして占い釣りにしてきたのかなと思うから、<や>グレーで 2> かかえー、2か7に相方がいて、1が出てきたんじゃないかなと思います。ぐらい。まあ、4が出てきてくれたのはありがとうございます。で、えー、っとね、 あんまりこれを言うとあれなんだけど、あのー、新郎老,老とかは追うかどうかとかも含めて、まあ、八幡さんは言ってくれたらいいかなと思ってる。です。うん、一応、あの、占い一の指定とかが、八が思ってることがあるんだったら、それも言っていいと思います。別に、一の神はつけなは、自分は一釣りを押す。一釣りが一番、お上が自分目線高いから。ですね。 ああグレー精査どうなんだろうね。1が最後に何て言ったんだっけ。7が印象いいって言ったんだよ。なんかそこオカミ同士であんまり触れない気もすんだけどな。で、2は1釣りたいって言ってるんだよね。でも、そこをどう見るかだと思ってます。はい、1釣り。うん、4番のプレイヤーは8人でした。ら負ける、ね、はい、えっと4番カリでした。ちょっとグレーをしばめたくて出ました。 まあでも私からすれば、うーん、シン・ロ・は考えてないかな。シン・キョ・ロ・イリュンは考えてます。なので、そうだな。まあ私は釣り切り派なので、9、1、3、さんまあシはこの中にいるんですけど、釣り切りたいと私は思ってます。で、グレー。グレーで言ったらそうだな。6番さん。 二人から白もなってるけどねどうなんだろうね、うん、なんかハンディーつつなんだろうな五婆さん六婆さんともになんか発言一新目高いかんな,んいなんで村リアル発言ではなかったかなって正直思ったので俺が村なら一番の発言的に一番ツる、一番ロー今日も見えるかもしれないけど三婆写真っぽかっまあ旧安定卓って見方は確かにある 3番目に出たすら9、3ですらがあれば<番>、まあ、ちなみに5、6はグレーではないですね。えっと、そうですね今のところ気になったのは、やっぱり2番3と3番3かな。2番3の視点だったら、1番を2次目に見えて、なおかつ1番が進路位置だったら5番に触れる必要が全くないと思っていて、かつ5番っていうのは白にしかならない。考えるべきは進路路、それだけだと思う、5が陣外に見えるときは。 で3番の視点で言うんだったら,ならば6の黒が見づらいという状況だったらおのずと多分釣り位置に上がる位置っていうのは5と6が白もらっていることから2番って考えづらいですよね3番の目線って多分ほぼ7黒になるんじゃないかな6が白に見えるんだったらっていうところで結構3が2攻めに見えてるんで6についてはあまり黒を追ってませんっていうところですかね、えー、1か3に現状入れたいと思ってる9が真理に見えちゃうかなっていうところがあります。 あそれぐらいです。以上です。六番のプレイヤーはい、うん。いや、五強って言ったの一番だぞ。えっと、あ三番が六番占いますっていうの、八番さんがその進行の出た時点で、俺が狼だったら六番パクって噛むんで、多分八番さんがそれを飲めない方がいいと思うよ。あ、三番さんが買ってくるのは私は五十にどうぞと思ってますけど。えっと、そのぐらい。<laughs> あと、一番さんの七番さんが、この村っぽい要素ってなんだろうなって思っていて、えっと、七番さん、私はクソハンターって言ただけなんだけど、えっと、七番さんがその後に言ったことって、色落ちないです。ですよ、結論から言ったら、それが村っぽく見えた要素はあるのかなーって思っているから、単純に、一番さんからすごく偽に見える。 だから1強の可能性も全然あるよな、ね。えっと、えっとね、キューバーさんに答えておくと、いや、そりゃそうなんだけど、ギャンブルを成功、<laughs> 失敗した時のリスクは半端ねえよ。<laughs> ただ、3番の1だったら、まあ、ほぼほぼの確率で成功するから、そこがすげえ新要素かってやりゃ、や、って思うくらいかな。 例えば8番の人でってってきたらそれですギャンブル成功したら、申し訳ないけど、すっげえ死に見えるよ、俺だったら。っていうことぐらいかな。だから、っていうぐらい。だって四番さんに思ったんだけど、新郎々追ってませんっていうんだったら、新郎郎か、追ってませんっていうんだったら、や、釣り切らなくてよくねって思う。 追ってますっていうのは、釣り切ればいいと思いますけど。って思ってます。七番。のプレイヤーは。発言してください。発言してください。そうなんです。私別に。いい考察述べてないんだけどな。三番さ目線、一番下がローに見えてるんだったら。一が最後にちらっと七印象いいって言ったことは。 囲っってるみたたいななな感じで見えなかったんかな逆になんか7と1のラインはないと思うみたいに言ってる3番さんに対してはあれ,、まあ、あれと思ったしその3番さんの前の発言で2番と1のラインがつながってるんだすけど3番さん目線私しか黒っぽい人って127ラインでしか見えないんじゃないかなって思ったから3番さんに対しては違和感だけど1番さんの何のだろうな こんな人間じゃなかったです。中盤をまあ置いといてみたいな話かな。一三で聞いて私はどっちか入れようかなと思いますね。相方が誰かちょっとまだわかんないけど。相方が誰かわかんない。まあ八番さんの意見聞きながら一三の意見聞きながら。一で黒だったら俺の白勝明になりそうだけどね。のプレイヤーは発言してください。偽目だと思うところに投票してください。えー、まあ新ロロね。 あるとしたら一9 6 6のご強人とかかなと思うけどまあそれは追うのは三日目ぐらいでいいかなと思いますなかなか番強人と思われてんねで二戦目だと思うところ釣っていいかな <laughs> で一万三があんまりなんか新感情に見えなくてうん、だろ一万三がオオカミだとしたらそれで出るとしたら三でも九でも囲えてなくてグレー一に二ロがいるから 予定しなかったけど出た狼っていう線はあるかなって感じる。で、あと2番発言的に結構白いかなと思うし、結構見え方も一緒だったから7番が相方なのかなっていうふうには見える。ただもちろんこの後9-1の発言が残ってるからそれを聞いた上で精査します。9番。1だって1次オオカのが当然の発言,だ発言だあったと思う。申し訳ないんだけど、1-3についてはどっちがどっちか分かってない。まあ、なぜかというと3番が強人で、 あそこでそ占い師をするってのも考えづらいし、1番が強じで、6に白を重ねてくるってのもよく分からんから、正直、真偽はついてないけど、1が狼の場合はほぼほぼ7だと思っていて、その理由は3が狼であで、違う、3が強人で5が狼でカミで、1が狼だった時って出る必要ないと思ってるし、スライド警戒で出る可能性はあるけど、そういった場合って5に白打ちそうだし、6よりもね。 そういった場合だっ,てだって3がもしスライドした場合って6しろになるから1がオオカミは絶対成立しないと思ってるしで, 1>, で1がオオカミで2があんなアタフタするかって結構アタフタしてたより、ね、なんか <laughs> 慌ててたから夜のうちに話ししやチャットとかでしあってんだったらもっともっと慌てそうだし12ローはないかなと思ってるだから1がオオカミの時はほぼほぼ17だと思ってるし3がオオカミの時は まあ、どこでもあんのかなって <laughs>。275。まあ、5番さんは3番のことを言うと、ここに攻めっぽいし、なんかおかしいんじゃないのって言っていたけど、口では何とでも言えるから、表でどう表すからなかだよね。<laughs> まあ、占いば分かることだし。うん、5に関しては。5, 5でほぼ白出たら、もう、もう楽な問題かなって思ってる。236か176っていうことだからね。ほぼほぼね。うん、126は見てないから。37はそれぐらいですかね。だから、 1> 1 3つってその色によっては相方位置がほぼ分かるのかなって思ってますけどね、うん、まあ5占あっと何度でもないですはい今のは気にしないでください <laughs> はいだから13どっちでもいいかな分からんからね俺からすると1番のプレイヤーは 3番狼9番番人で見てます3番がローデで、えー、占いが出てきて、えー、でそのまま占いが出てなくて9番が3番神と見て<っ>強人で出てきてるっていうところが私の見立てですね。2> で、えっと、2番さんに言っておくね私8が神がないなんて一言も言ってないからねつ造も甚だし8は神 だと思うって言ってて言るからただ2番のところでスライドが起きて何かあればそこはまた精査しなきゃいけないってことを言ってるからね2番ちょっとひどいかなって感じで単純に何私7番印象いって言ったことで17ラインって見てんのこの村やべえんだけど<笑>,笑っちゃうねって感じだって4番はほとんど色落ちしないよ23ほとんど触れられないしで56に限っては2番マックス強だって言ってるだけだよ、ね、そこに対してどうやって色つけるの56片白でしょ まあ、7番の位置だったら6は片白じゃないけどね、7番は結局色落ちしてないというのが一番自然だったと思うけどね、印象がいいし、しかも、えー、っと細かく触れてたと思うよ、7番に関しては。大したことは言ってないけれども、裾の前の発言の人たちに比べれば全然印象がいいって言ったあけの話ね、ただ、村置きしてるなんて一言も言ってないし、白置きもしているとは言ってないからね。で私は新郎位置だって皆さん口を揃えて言っていて。 ウ占いが2人出てるところで、私が出る意味あんのろうで、なんかあるんですそこのメリットってなんかあるんだろうか、ほっときゃいいんじゃないのって思うけど、単純につられないようにしときゃいいじゃん、別に出る必要なくてって思うんだけどね、その辺も全く終わらないんだ、この村と思ってる。8の霊能者が完全に17とかっていうわけわかんない、安直なところで言ってるのもちょっとどうかしてると思うねどうする 1>, す ?1 入れていいか以<上>投票を始めてください。どうする ?1 入れていい うわあ、これ一釣れなかったらやべえなー。一私じゃありません。何かの間違いです。三釣られそう正直。一番。よし。のプレイヤーが選ばれました。うんう一入れて白くなれたね。のプレイヤーは。 はい、い発言してください,い、ね。頑張ってください。まあ、4番さんが辛うじて、全部釣り切るって言ってるんだけど、4番さん自体、狩人で噛まれちゃうからね。うん、ってところかな。まあ、6番、巨人はあると思ってる、正直ね。うんまあ、ただなあ、6番、巨人だと、新朗朗になっちゃうんだよね。ただ2番が色をちょっと見にくくしてる、はっきり言って、発言の、うん、把握漏れも多いしね。 2>, 2番を占いたかったかな、正直なところ。<laughs> いや、1番絶対にするでしょ。そうね。まあでも3ローの9強で相方が2番が一番しっきりくり来るところではあるかな、今のところ。うん。<うん S 2> かな。いや、1の例の結果が見えるかな。ローローだからな。可能性は何回にしもあらずってところかな。まあ2番がポイントかな、この村は。以上です。 夜が来ました。目を閉じてください。どうしよう、7番が1番に入れてしまいましたよ。いいですね、これは。9番にオオカミなすりつけたら誰だ ?1 心ですよ、ね。多分俺の占い位置が、うん、多分ここで7黒とか出したら2クロわれるし、難しいかな。うん。7黒じゃない方がいいよ。6白とか出します 任せまうんそれか二黒かなーまあ二黒逆加工言われる場所やなでもいや3は6黒ダメだ白のがいいわ 六黒のがいいわそれだったら。朝が来ました。しまった六白は共鳴がなくなる。<coughs> 昨夜死んだのは番。四。六黒出すと三が。共鳴をわした方がいいんだって。狼目しかないってなっちゃうどうまずい。番のプレイヤーは。発言してください。お一緒ね。うん、かなりなんか昨日一がすごく新んぽく見えた。 のもあるし3級のシーンが追えないかなと思ってどちらかというと票が集まりそうな3番に入れた9番さんは昨日の思考でえっ、ー、と5万について何を思ったんでしょう占い結果をもう5に固定しようとしてるのかなっていう印象を受けたかなあ<ー>あーまたぶん8番の視点で多分めんどくさかったのが1級ローの5強度かだよねその場合3に投票しないよねわかるよね 1しろ結果だよ。分かってくれるかなと思います。まあ、釣り切りになると思います。3球、どっちもシ見れない。申し訳ない。これに関しては、たぶん自分の首を絞めることにはなるけど、以後、一切私が疑われるとは思ってない。かな。そうなると、やっぱり27の精査になってくると思います。頑張ってください。<coughs> 6番のプレイヤーは発言してください。お、うんうん、さん、1万スのシーってるマジマジ,マジだよね。 いやって一番さんの発言ってさ三級ローで6強の可能性があるって言ったじゃん。いや、調理的だよ三級ローだったら。そう。なんで一番殺して白出てさ、釣り切り進行はほおいなんでさ、やってんのやべえよ。うん。やべえよ、これ、うんね、でもって思って。マジ一番ファンと思ってたよ、聞いてて。俺一番が白出ても心切っちゃうかなって思うよだってよ。えー、でも一強。 おそこまで言うんだったら、俺一心に申しして、5が一番後ろ透けてるーって言って、5番つっちゃおうかな。えいや、<laughs> 俺多分普通の発言査さ、一のシーン追えないんだけどな。そう、俺もそうだった。一番偽だろって思った。<laughs> え、ま、マジ <laughs>、うん、もう一のシーン追ってないから、多分5って無駄なんだろうなって思ってるけど。 え、マジうーん。まあ、3球連れ切るけど、5番の9の、いや、9番はちゃんと隠したし、最後。いいんじゃない印象良かったと思うけどね。かーうん。えマジか。うん。え、俺、マジで、その発言で1の信用って5いきそうなレベル。 7番のプレイヤーは発言してください,ださい。一番さんが真に見えたのってさ、一番そのパッションごめんごめん,、ね、ごめんなさい。パッションとかじゃないなんかすごかったじゃないですか、昨日 <laughs> <laughs> だから、ご番さんはそういうのも神してさ、一が真に見えた、ね、私はそういうのも神して一が真に見えたから3人行きましたけどね。うーん,うーん まあーが1匹残っとってで5六がも白なんでまあ2七ですよね。ローが1匹残っとって。5, まあ、2七で,、ね、でしょうね。<laughs> こう皆さんがこうポイントあってたような普通に私一番差しんやったんやないかなって思いますけどね。ほぼほぼ2が相方で9三どっちかなってなるとうん。 発言的には3番と2番っていう感じかな。8番のプレイヤーは発言してください。7つったらダメか<ん> ?7 つって3、九に2を占わせて、それで、まあ多分俺が噛まれると思うんだけど、それで占い精査なり2の精査にすればいいと思う。1のシー終えるか<ー>と思うし、まあ1のシーったとしても2、7どっちかに狼いるわけだから。<laughs> 1> 1のあまあ5の可能性もあるけどうん、うん、グレーって最後占いの決め打ちでいい気がするんだけどなえっ1白なんだろうでもダメでしょうかうんまあ6番は、えー、隠し白ですよね6番が1番のシーンを聞いて5番を疑うのはちょっと謎だったけどまあ6番隠し白なのでうん でも1番、うん。うん、でも1番シーンで3級二人街だったら5番とかが狼な気がするけど1のシーン切ってるからもう5番は追わないでいいと思う。うん、やっぱ2は発言的にも白いと思ってるんで、うん。7で黒。 釣れると思うけどなぶっちゃけ739を釣り切れば勝てるような気がするけどまあでも2が本当に発言で白い狼だったら怖いっていうのもあるので39残して2を占わせて3と29、えー、と2どっちがつながるかで見たいかな7番目線って1進で置いた時12のローローって 限りなく追えなくねえか、2が1をめちゃくちゃ釣りをしてるからと思うけど。9番のプレイヤーは発言してください。私、死んだんで、7釣りは全然飲めるよ。うんで、あの1、新規で進行してくるんだったら5、うん、5、6はし城だからね。あの1が強人ということになって、まあ、3が三が狼やけど、まあ、私も5に白出して、3も5に白出してるから、無駄な視点っていうのは、一の新規で進行してくるんだったら、5はし城だから。 27に狼がいるわけでしょ <laughs> 全然いけるけど273がオカミだから俺はほぼ2だと思ってるけどね23ローだと思ってるよあのー、まあ3番さんが7番さんを1番とつながなかったっていうのは1強人まあ分からいよ3目線どっちが強人って見たか分からんけど7が相方で一応繋いだ時に7に黒塗りした時って結構きついと思うから7に黒塗りできなかった可能性もあるから 37もありえるんだけど発言だけ見ると俺は23ローだと思ってるけどね7いくなら別に7行きますけど 2> 2番のプレイヤーは発言してくださえ9目線7釣れるんだなって正直思ったで1白結果じゃん俺もそうなんだよはっきり言って5番とはちょっと違えんだけど1番は釣られ際に39ロー5強陣がありえるって言ったけどその時の条件って1番絶対釣らないだろ39がロー同士だったら。 だから申し訳ないけど1で白結果だった場合俺1の芯がやっぱり高かったのかなって今となっては思うよこれはもう発言では確かに1は芯っぽくないけども強陣で出る場所じゃないんで結果1新。そうなると5か7だけど5は盤面上は白いわけだだから79ローだと思ったんだけど9が7いけるんだなっていうふうに思っただったら えーでもこれは正直7は一応5は盤面上白いけど俺は占い行きたいな休暇さん俺79ローだと思うけど5もあるから怖いんで93番のプレイヤーは発言してくださいはい一応言っておくと2番さん1の信音だったらまあ55疑い1に入るっていうか2番さんの視点はすっきりしてると思う結論として俺7級だと思ってたんだけど、うん どううなんだろう、えー、9に関しては、1を釣り押すときの理由として、17ラインを上げて1を釣り押したから、まあ、初日占い師っていうのはライン切りをした方が強いと思ってるから、えー、9, 7つに持っていった方が良かったと思う。え俺が1の発言で、7に対して、1が人外狼だったときに、あそこまで7に触れるかなって、7つの発言をしたときに、7に関しては、それで3が怪しいみたいなこと言ってきたんだけど、 えー、それはちょっとと村の反応じゃないない思う、えー、それって7を疑った方が、えー、真に見えるのに7を疑わない3が偽だみたいな論理なんだけどそれって7が狼の時しか成立しないと思ってるから7、うん、は怪しいなと思ってたその発言を聞いた時からね、えー、で、まあ、結論として俺は盤面的に79どっち釣っても次の日占ったらかあの黒が分かるしそもそも俺が噛まれても縄が足りてるはずだから 大丈夫だと思ってるんだけど、別にどっちでも言ってもななけど,どっち言っても大丈夫だと思ってる。ただ、一の芯を追ってる人ってマジなんですか一、ね、の発言って遺言で最後の発言でも6強、3九黒があるって言ってたんだけど、396って1に入れてるんだよ。3って56白だよね。占い三四 o になった時に、新郎々だった場合って、相方の狼を釣りに行って黒結果を見せるっていうのが普通だと思うんだけど、 396が1に入れた状態で6強93があるよって言って死んでいった1の芯を追うっていうのはやばいと思ってます。まあ今日はどっちでもいい。えーまあ、例の,の指定に従ってじゃあ俺は7に入ます。投票を始めてください。うん 体力か。いけんでしょう。ありえん。ほらじゃないべ。三番。ええー、三なんだ。発言してください。はい、えー、っと。俺に入れてんのがよくわかんない。えっと、俺目線だったら、今日七つ。 でも,もし俺が噛まれても次に釣ればいいと思ってるし、うん、あ9か9釣って2釣ればいいと思ってるし縄足りてるんじゃないのただ俺釣りはないかなうん7入れとくいったから,だから俺釣りは一番負けパターンだからやめてほしいうんどうなんだろう 何かかごめんちょっと待ってね。俺に入れるってのがよくわかんないんだけど、それ一心見て俺釣りになってるってことなのかな。ああ占いローラスしたいって言うんだったらわかるんだけど、えー、それだったら Q 入れてほしかったな。て、うん、か俺もそれだったら Q 入れてたんだけど。て、うん、か俺の占い結果が落ちないんだったら意味ないから。うん あの自分目線5と6が白になってるからいや7入れても正当化できるかなえ黒、えー、9の相方が7と2だからどっち釣ってもいいよって話なんだけどうんまあ例のに従ってほしいえー、っと普通に7釣りでいいよもし7が村でも勝てるから陣外釣れてるからはい7番 のプレイヤーは発言してください。うん、さいほぼほぼ五番さんと六番さん、村人で決定しとる場面で、三番さんはなんで私だけ黒って追って、一七で、一七はなんだろう。そんなに私のこと黒にしたいんだって思ったし、三番さん目線だって、二黒もあるわけじゃないですか。なんか、二三がすごい一致団結してる感がすごいなって思ったのと。一番さんはさっき言ったように、まあ白結果だし、一番さんの発言は。 うんっていうところあったかもしれないけど別にまた芯も終えると思うしうんなんだろうな確実に私にと、ね、位で村が一匹釣れちゃうんですけどどうなんだろう一匹釣れちゃう私はいうん2番さんとの勝負になるとな私はきっと負けるんですよねってなると縄、まあ、が足りるんであれば私でもいいです

3番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、っと、俺が79を押してたのは、えー、発言から拾ったことであって、もし7が村だったとしても、大丈夫、村は負けないから7つりでいいですかって話だったんだけど、まあ3が何で7ロックしてんのって言われたら、別に7つって村だったとしても負けないからとしか言えないです。はい。う 1>, まあ1の新切り進行してグレーが目っていう進行になった時に7に精査して7の方が9の相方として妥当かなと思ったから7を釣りをしました7がムラだったら申し訳ありませんはいそれぐらいしか言えませんえー、っとねなんであんまりこういう投票になったのかが分かんないんだけどまあそんな延長していいこともないか うんまあ、もう一回言っておくと、1が5を追って、2九が狼同士であると言われて、最後までしていたことを、強人要素と取らずに、1的な話でね1の新名を追うっていうんだったら、占いローラーでもいいんだけど、その場合は9から言ってほしかったです。そんななに苦しくいよ9の発言でそんなに新名があったとは思わ、俺は思わないので,、はい、で、9が1を釣り寄している理由が17。 でラインを繋いで一応釣りに行ってるから。えー、初日三週になった時は占い師はラインを切ってくるもんだと思ってるから。え九、ー、の相方は七なんじゃないかなっていう話をしました。うん、はい。でまあ五番さんが。何か言った後六が逆のこと言って、で七が五番と同じ意見を言って。まあ七はちょっと五にすり寄ってんなと思ったから。あまあ票回収しに行ってんのかなと思いました。いや。一強な,なら三振。明日九を釣ってください。だからいいんです。 夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。 Mm-hmm. 朝が来ました <coughs> 昨夜死んだのは8番9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、西尾ですね。まあ、2番さんがガガ強い人なんだなっていうのが占いを見て思いました、うん。8番にも従わないし、なぜか知らないけど延長になった時に7に行くと。 とても我が,が強い村なんだと思いました。うん、<laughs> 占い結果見て、ね。あの、長野黒要素ね。あの、37でランに上がったとき、ってか、あの、なんていうのえっ、ー、と、決戦か。決戦っていうのか、決戦東京のときに、最後にちょっとボロって漏らしたよね。あの、2番さんと戦うとき、私負けるって。だったら、私、釣り、みたいなことで切れたけど、いや、あなた視点39ってさ、審、うん、偽ついてなかったわけでしょ、あの視点。えほぼ1で真で見てると思うんだったら、あなたは3を全力で釣り寄すべきじゃないですか。そう。うん、あなたが村であるのだ。 だって、あなた1進を追ってるんだったら、3級が似てなんだから、<laughs> あなた自身村だったら釣られたらかなり厳しくないそのまま1進切り進行行ってさ、うん、なんかやられたら負けてしまうぜ。で、ほぼあなた視点5、6を白と置いてるんだったら、2が確定黒だから、あなたが釣られて1進で3級が陣外だった場合って、もう PP だからね。ただ単に2と戦うのが嫌,が嫌だっただけでしょ、7番って <laughs>。 だったら自分が釣られて3二、うん、で戦わせたかったのかなまあ3二3九とかで戦わせたかったのかなっていうふうにしか見えませんけど <laughs> はいまあ5番さんにちょっと芯が追えないって言われちゃったのはまあ私の発言が下手くそだったのかなと思うけどまあ信じてほしい7が黒ですうん,んなんで今日7いってほしいんだけどなシンプルに。 まあ最悪、まあ、2番さんがしっかり発言さえしてくれればいいだけなんで、うん、56は確定白なんでうーん7に言ってほしいけどな時短で 2>, 2番のプレイヤーは発言してください9番が僕に白を出してきたけど僕は9番はほぼほぼ狼だと思って ています昨日最初投票したけど3に投票はね1の発言で芯が追いにくいって言うんだったら白だったら芯なんじゃないかって話だけど1が強だった場合っていうのは3級絶対どっちか狼なんだよでその場合に1が強人だった場合絶対3が真なのなんでかっていうと157の投票初日に3に投票してるんだよで6は確定白だから57どっちかに狼がいることになる5は確かに盤面的には薄いよ ただ3に投票している2日目も変わらずってことは9は絶対黒なのね5七の狼がだけど俺に白を出してきた昨日1番真かなって言ったけども1新進,進行するのは確かに3番入れでもいいでも7番いっていいと思ったんだよな9七6あるだろう濃いだろうって思ったしてが1が強だった場合っていうのは3が真だからねそもそもだから3には入れたくなかった。 9だね。カ狼。うん1が真であれ強であれ9ってのはローなんだよで9番が時短で7って言っているから正直薄い目ではあるけど俺59ロー結構あんのかなって思ってる5番に関しては1真だったでしょってあそこで発言したけどうーん発言では真だと思ってない白結果が出たから真なのかなっていうところや 7に関して7もね言ってほしい正直俺は今日絶対9つるんだけど7番に関しては1匹釣れた昨日発言に一つあったんだよえ一1匹オオカミが残ってるって発言したじゃんちげえよ1で白結果落ちてんだったら2人残ってんじゃん2匹ピキっていう言い方もすげえ俺引っかかってるただ9がこんだけ7時短っていうんだったら95結構あるのかなと思ってる57正直95番のプレイヤーは9るんだったら昨日私は7投票するべきなんじゃないかな だって3級の偽が透けている状況で8が7に行こうって言ってるんだから7に集めるんじゃないかなと思いますしそもそも昨日に関して冷媒結果は見れない前提なんだからそもそも3ともつながるよねっていう話なので3号オオカミを切ったのはなぜっていうのは気になるかなうんちょっと2番さんがかなり黒くなってきちゃったかなと思うんで明日頑張ってほしい今私の黒を追ってる場合じゃないよ2番さんは。 自分はとは思いますうん、9番には入れます。どっちでもいいですよね。3級のどっちも真理がないって言ってるし、だったら3級に、えー、と私がと私カ狼で3級がどっちも人外って見えてるんだったら、1の新要素を上げる必要はないかな。確かにで、あと,、えー、と、1番3、まあ1番3人外だったら無駄なんだけど、1番3人外の場合って、 えと一番人外の場合、強人だよね、うん、白結果が見えているから、その場合って、えーと、あれが釣られる前、遺言じゃない、えー、自分の発言ターン中にあの発言をするなら分かるけど、遺言中にあの発言をするのは意味があるのっていうのを考えてるかな。もし仮に、にっえっと三級オオ確かに変なは、えー、発言だった。 6強人に見えることから3級オオカミもあるんじゃないってい発言はかなり変だった。でもあれ、遺言で言う必要ある、強人でと思ったかな。あれが自分の発言中で言ったなら、一番の強人要素とも取れるけど、遺言で彼は3級オオカミ、6強人かな、ね、こんな視点を落とす必要があるのかなって現状、思ってるかな。 のプレイヤーは、発言してくださいえー、サンキューオオカミ !6 巨人を1が遺言でシンの時にも言う必要性がないと思ったけど、ね、<laughs> 確かに。え、だって1って自分がシンって知ってるわけじゃん、白って出るの知ってるわけじゃん。え、サンキューオオカミはな、2だから投票パッて見れば、まあ、いやそうやな。6はねな。じゃ六6はもう白だなってわかるけどね。<laughs> そうそうか、うん。うん すごいね後半さそこまで一度指紋信できるんだ俺そこまで指紋信できちゃうと多分パンがどんな行動をしても一が俺見えちゃってんじゃないかなとか思っちゃうよでほらほらで一応ライン切りっていうのを作りたくてしょうがないのかなっていういうふうにも見えるようんどうしよっかなわかんなくなってきちゃった わかんなくなってきちゃった。わかんなくなってきちゃったなー。えー、おごめん。俺が5の1にいたら1は切れるだろうって言っちゃうもん。<laughs> 絶対切れるって言っちゃう。1の芯を売ってるやつを人蟄に見るぐらいの勢いで言っちゃうと思う。<laughs> マジか。そっか。もう基は行くけど。 だからそれで逆に一の芯ー追ってる5番が一の芯知ってるんじゃないかなって思って、5クロあるんじゃないかなってずっと疑っちゃってます。うん。いや、場合じゃないよって言うけど、場合に見えちゃってる。7番のプレイヤーは発言してください。さい場合に見えちゃってるじゃなくて、5番さんと6番さんは場面的に限りなく白だから、あんまりそういうこと言わないでください。 なんか利用されるでしょそれで最終的にさ5がなんちゃらかんちゃらだみたいな56はもうもう置いといてくださいでうーんだから昨日私が言ったのはこういうことですよね27がなんちゃらかんちゃらってなるでしょどうせっていう感じだけど3番さんっておかしかったじゃないですか明らかに17作ったり作らなかったり2には全く触れないで9番さんはその3番さんが黒だって分かった 8が1白出して、ほぼほぼ3が黒。いや、3が黒って分かって、まあ37はないでしょう。私の投票とかから見ても、7は絶対村見じゃないですか。だか,だから黒みたいに言ってきただけだから、今日は2でいいです。2で。2 2> 今日2でいいの 髪なしよりよりかんじゃったがいいと思うけど投票を始めてくださいいえんオラじゃないべうーん9番のプレイヤーが選ばれましたふうーん 9番のプレイヤーは発言してください。7は明日釣ってくれればいいんだけど、2番さんに言っとくと、まあ、さっき5番さんが言ったんだけど、5番さんが狼の時って、3九が偽だから7に釣り集めるし、1>, うん、あの1が教授で3が死んだった場合は、3が5に白出してるから5ってのは白だからね。だからほぼほぼ2目線で5は白だからね。だから7としっかり戦ってほしいんだよ。<laughs> まあ5番さんが言った通りなんだよ。で、6番さんも、 1>, あの1のしんすけなのかなって言ってるけどあの5番さんは白なんだよ分かってくれあの5を疑わないでくれ単純に6頼む7に入れてくれ、うん、せめて2 7んで2に入れられたんだとしたら俺は諦めがつくけど5に投票入れて負けるのだけは嫌だよ5にだけは絶対入れないで、うん、だから2番さんにはしっかり頑張ってほしいでなもうさ7番もさ56になんかいろいろ適当言ってるだけだから 精査してしっかり65、うん、噛むかでもその場合さ夜が来ました急に色ってこと目を閉じてください人狼は目を開けてください6だよな人狼は 人を殺してください。六だな。六だな。六は確定の村だからね、これで。占いローラして。 朝が来ましたいやほぼ負けだね占い結果的に折のが黒い昨夜死んだのは六番七番のプレイヤーは発言してください <laughs> まあ位置的に言うと1番さんは新郎1じゃないですか。で、8番さんが1、白言うたじゃないですか。で、3番さんは17ラインとか97ラインとか言ったり、投票的にも9番さんと3番さんは私に言うたりしてるからラインないんですよ。私。普通に釣られそうになってるだけなんですけど。2ですね、これは。5番さんのことは別に。なんか2番さんが5番さんのこと、なんか怪しむ目線とか持って、 最終的にこうねごしゃごしゃにさせようとしてるのかもしれないけど私は2番さんにしか入れないので <laughs> 大丈夫です9日1進3ローだったってことで5番さんが一応シーンやったって思うのは1番な6番さんはなんかちょっとおかしいんじゃないみたいなこだけど私には分かりますまあ頑張ろうねっていう感じで2に入れます 2>, 2番のプレイヤーは 発言してくださいまずよくそんなに5の白置きができるなって思っている5に関しては3が占い仕様して5に白が出ているだから白いっていう風なそれは確かに盤面上は白いけどそこまでの情報じゃないと思ってるただ僕は昨日5番に言われて5がムラだなって思ったなんでかっていうとその通りだだって9番が2日目に3と,でえ3と9が5に白を出してるんだから7投票すりゃいいじゃんでも5って違ったよな投票 3に入れてるんだよ。そう。これは白いなって確かに言われて気づいた。だから5はあまり疑わないかな。6神っていうのは確かにあるけど、あの話は俺は5は白いと思った。だから7しかない。で、そうなった時なんだけど、7九ローだったら、2に白は僕は確かに不自然だなって思う。だったら2黒でよくねって思う。九に関して。 だから僕の推察だけど1番が強人だったときっていうのは三振みたいな話を昨日したけど1回話変えてもいいか1番って初日票が6票集まってるけど1吊りだった俺は1に投票したけど3七ーってあったのかなって俺ぶっちゃけ1が強だったら絶対3が審って言ったけど9の2白っていうのはかなり不自然だ占いの内訳を7番はまずどう考えてるかちゃんと言ってほしい。 9強ってことそもそも昨日9番に投票しないのおかしくないか ?9 は2に白を出してるわけだろだったら9じゃねえの。それこそ新郎郎ケアしろくな盤面だ。だから絶対9だろ。まあ新郎郎はそもそも追ってないけど、位置釣りの時点で。うーん。7三郎。もしくは7が発言ふやふやしてるから9が2に白を出した7への逆黒。かっこいいってことか。 5の黒はちょっと昨日の発言で追いにくいんで7に行きたい。うん盤面上6番ね確定白だったんだけれども言いたいことがあってめちゃめちゃ黒くなって私もうなんか血迷って明日6番今日ね6番生きてたら6番に入れようかなって思うぐらいあの6番さんにヘイト貯めてた。 <laughs> っていうのもある。えーとね、現状ね,、えー、とね、結構雑になって、両方とも黒いとは思うけど、2番さんのあの調子だと、多分7冠で6が5を疑ってたから、2 5の勝負にして、おそらく2番が勝ってたと思う、6番さんがわけわからない精査してたから、ほ<う>だから7にいっちゃうかな、今のところは。今のところはというか、もうほぼ7に決めてる。 うん、同様に、えっと、2番がローで、普通に2番がローでね、えー、5に投票を集めて7の評価集を狙うっていうのはう、ほぼ不可能だと思うそう、それは俺、思ったそれくらるから、まだ5を噛んだ方がいいと思ってるかな。37は普通じゃない ?3 の目線、明らかに黒くなりそうなところなのに、そこをぼかしたので、37っていうのは十分に考えられるから、若干97から入ったのは気になったけど、7いっちゃうかな。 3級の占いの審議より27の方が楽だと思ったけど、難しいですね、正直、27にしても難しい、ただ3級の占い審議を決めるより27の方が楽だとは思う、7にしっちゃうかな、ただ1回聞いてもいいな、どうしようかな、七番さんさ、なんで昨日二2番さんに行ったそれだけ聞きたいかな。 念のためにもう1回話聞きますそしたら7番さんの主張を教えてください。うん、えっと初週から、えー、どう思って行動したのかどう思ってこ、えー、票を入れたのかどこがオオカミなのか教えてください。投票を始めてください。違う私じゃありません何かの間違いです。感情に訴えてくるか。 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい全力でてか5が放棄した時点でやっぱり5は白ですで7の黒要素をしっかり上げていく7に関しては1白の情報が落ちたよねだったら5、6をまずあの段階で白置きした僕はその日はまだ5は完全に白とは置けないって言ったよね5、6を白にして2 じゃあ2が狼なんだって時に9と3どっちが狼かっていう93の精査をまずしていないのが一つ。あと7番、8番の指定で7釣りっていう案が出たよね。その場合に7釣りになった時に私釣っても大丈夫かなみたいな感じの発言があったよね。その場合って1が真だったら7って絶対釣りを飲めないはずなんだよ。 けど7は自分が釣られても大丈夫かな2と7で殴り合ったら負けるって言ったよねだから自分がいなくなった時に3か9まあ僕は今37だっていう話をしたんだけどもの狼が残った時の殴り合いで勝てるっていう要素があったんじゃないの自分が釣られてこの盤面になると勝てないからそこで7釣りなんで1が死んだっていうふうに7番発言してたから1死んで見れてる以上絶対7釣りって飲めないはずなんだよ自分が釣られても大丈夫かなって発言は狼からしか出ない だからそこが7の黒要素だって思ってる。正直俺も97でずっと見てたけども、9が2に白はやっぱり不自然だった。なのに、えー、92が2に白を出してるんだったら、7は絶対あの日は占いロアだよ、9釣りだろ。なのに2って言った。うーん、39ローです。あ、違う、37ローです。くらいですかね。なんか他に黒要素あったか。まあ、地釣り発言じゃないけども、7釣ってもいいなんていう発言はまず出ない。 占いいの精査をしてない僕は1が強人発言、まあ、5は1真って言ってたけど俺は1えあれで真なのっていうふうには思ったよ正直今日もあるその場合は絶対3が真だって思ったけどそうだとしても、えー、ごめん1強だったら9真だったんだなって思ってます3七0です2番さん5番さんに言われたけど私ちゃんと内訳言った。 9強1、進三3、6ってしっかり言ったから聞いてください <laughs>。で、2番さんだってさ、9番さんに入れてるんだけ9番さんが偽物だって思ってたんでしょ私は普通に1番さんは進路1だし、1番さんのでは新郎1だし、もう一回言えばかったな、1, 1> 番白結果落ちてるから、1とほぼ新じゃんって。3番さんが変な感じに17ラインとか97ラインとかめちゃくちゃ言ってるから、私は3番さんは6っぽいなって思ったから、そうやって3番さん、もうそういう内訳が見えてたから、私は、 その別に強人の9番さん行かなくても2番さんでローを落としたらさそっちの方が時短じゃないですかっていう発言で行ったんです。でまず言いたいんですけど第3の昼第2の昼いつかな3番さんと9番さんが私に入れてるんですよ7に。でさ37のロー。あ確かに、ね、決確かにそれは白いな。 三球が七に入れてる本当だ。これ白いな。投票を始めてください。やべ負けるかもこれ本当だ。 よののしー、ーいやきつかったあいやーでもそうだねー7白いな今のはありがとう 7が切れると思う <laughs> いやでも最後の7番は白かった第2の昼で3と9が両方7入れてるって言ったしあそこは白いんじゃないですか最後。あはいありがとうございましたお疲れ様です。 <laughs> あバグってる、俺バグってる、俺バグってるもん, <laughs>、うん。まあ、あいつ切れるから、この後、お楽しみに。よし、明日、人狼狂いあるらしいんで、皆さんもね、えー、そちらの方、ぜひお楽しみに。よかったら、オープンレック、ツイッター、ミ、え、ル、ー、ダムのフォローお待ちしております。<laughs> まあ、またお会いしましょう。明後日あの、ヤクザ実況したいと思います。まあまあまあ、ほな。 おやすみー、うんー、バイバイあ、大事なアーカイブでも見ようかな。うんいい夢見ろよ。またねバイバイ